続いては話題の新作映画、近未来アクション大作インセプションをご紹介します。この映画のプレミアが13日ロサンゼルスのチャイニーズシアターで開催され、主演のレオナルド・ディカプリオや今やハリウッドスターとなった渡辺謙が夫婦でレッドカーペットに登場しました。ヨーロッパ、ロンドン、パリ回って、やっぱり今までの、クリス自身が言ってたんですけど、自分の映画でもここまで熱狂した雰囲気ってのは今までないっていうお話をされてて、で映画終わった後もやっぱりすごいリアクションが強いリアクションがあって、バットマン・ビギンズやダークナイトでその独特なビジュアルセンスが高い評価を受けるクリストファー・ノーラン監督の新作インセプションは、国際色豊かなキャストで送る SF アクションで、人の深層心理、夢の世界が斬新に描かれています。Dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. レオナルド・ディカブリオ演じるドム・コブは、人が寝ている隙に夢から潜在意識に侵入し、アイデアを盗み出す企業スパイ。しかし国際指名手配されてしまった彼が、人生を取り戻すのに残された方法はただ一つ、アイディアを逆に人に植え付けるというものでした。そしてディカプリオと初共演となる渡辺謙の役どころは、影響力を持つ巨大企業のトップ。バットマン・ビギンズで渡辺謙と一緒に働いた経験があり、どのシーンも最大限に生かす術を知っている絶妙な俳優と称賛するノーラン監督は、インセプションの脚本を執筆中、渡辺謙をイメージしてこのキャラクターを描いたということです。いやー、やっぱり彼の持ってるイマジネーションってものすごいので、もうついていくのが必死だったんですけど、毎日頭の中は立ち割って中見てみたいな感じでした。人の深層心理を描いた映像世界は、渡辺謙が脳内のジェットコースターと称するほどの完成度ですが、その撮影方法は意外にもアナログでした。Long monologue sequences and the entire set would be shifting and things would be kind of flying by us and we had to hold on to the actual set. I think that anything that can be achieved in camera that clearly is a real person struggling with a real environment, I think the audience pays much more attention to that. I think they're much more involved with that. 観客に新鮮な驚きを映画館で感じてもらいたいということで、世界各国での撮影は極秘に行うなど、公開まであえて映画の情報を明かさなかったインセプション。夢の世界をどう映像化するのか、その世界観は見どころです。まもなく、夢の幕が開きますので、ぜひどっぷり使ってください。